結果発表。言い慣れてる言い慣れてるなということでございましてですね、はい、3つのゲームに、チャレンジしていただいた結果ですね、お二人が獲得した、符号ポイントはなんと3億点。すごいポイント。そうだからいわゆる3点ってことですね。だから、ね、まあまあ言ってみれば3点です、ね、いいですか、3億でいいじゃないですかで1億点につきですね10秒の、PR タイムを、ゲットできますのでですね、なんと30秒の PR タイムそんなにいただける、はい、30秒先ほど言いました、最初に言いましたけど、何でしたっけ、ね、もうかっこいいとかでもいいわけですかね、うん、だってね、冒険士かっこいいですから、放送情報なんかは、うん、載ってるわけだから、だってこの番組自体がもう PR 番組なんだそう、何を PR するのじゃん、だからこの番組 の, その台本とかそういうところでは表しきれない魅力みたいなものをあげるね2人で協力して、あ、よかったよかった、はい、任した。よし。はい、こちゃんもびっくりするわ。二人で協力して。あ、どうします？ね。協力して。あ、もう。立つ？座っていい？立つ？どっちでもいいですよ。あ、もうどちらでも。立ちますか？ね、立ちましょう。はい、立って。ね、はい。じゃあな、相談せずで大丈夫ですね。あ、もうそれ。あ、もうすぐ大丈夫です。じゃあ、はい、いきますよ。じゃあ PR タイム用意。スタート。一回お風呂入ってみますあの一緒にこれぐらいのサイズ感これぐらいのサイズ感こういう感じですこれぐらいですからこれが符号刑事、符号刑事バランスアンリミテッドかっこいい映像になってますすごく面白い映像になっていますよ。これもね僕らがこんな風にアフレコしていますそう、これがバス終了なんで座らしたんだ自分動きがなんもないやないかもうね、これしか浮かばなかったんですよでもね、こう2人でお風呂に入るぐらい仲良くしながらね、やってますからね、はい、最初はね、気の合わないバディモノの2人でしたけれども、はい、はい、そう、この2人のね、今後行方をね、なっていくか、うん、30秒過ぎてからの方が PR しますねいいの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 でもそのこのバディの変化っていうのは面白いのでね、はい、はいはい、はい、ぜひ見守っていただけたらなというふうに思っております、はいはい、ということでございましてお二人ともありがとうございました。以上 PR タイム獲得を狙い符号のチェックでございました。30秒間座ってただけだったもんねすみません、任せてください。ここからですね、はい、ちゃんと告知を僕が言います。なんだよありがとうございます。じゃああれでよかったんじゃないいよいよ本日お、はい、ということでお届けしてまいりました符号刑事バランスアニメテと放送直前の特番、見どころアニメテともですね、終わりの時間が近づいてまいりました、うん、放送を楽しみにされている視聴者の方に一言お願いしたいと思います、まずは大貫さんから。はい、本当に爽快感のある、あのスピード感のある素晴らしい映像になっているので楽しみにしていてください。はい、ありがとうございます。続きまして宮野さん。そうですね、本当に刑事ドラマとして面白いものがありながら、アニメのなんかこう今だからこそできるエンタメ感が非常に面白いんですよね。で、その音楽とかの相乗効果でめちゃくちゃ、作品が盛り上がっておりますので、ぜひ、楽しみに待っててください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは本日放送開始となる符号刑事バランスアンリミテッド第1話をどうぞ楽しみにお待ちください。それでは皆さんありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。俺の名は神戸大輔。